特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。平成ライダー脚本を語ろう。どうもゆうちゃまです。平成ライダーの脚本でいうと、小林靖子さんや井上俊樹さんと、まあ、他にも三条さん、荒川さん、木田さん、もうね、いろんな脚本家の方いてますけど、そんな平成ライダー脚本の話をさせてください。なんかね、平成ライダーの良さって程よいコメディと程よいシリアスだと思うんです。もちろん全部が全部そういうわけじゃないんですけど、こう作品の中で色があると思うんですよね、テーマだったり。平成ライダーどこかでもう必ずもう笑いと悲しみがいい感じに入ってるんですよ。誰かの死だったり、登場人物の心情にうるっときたり、でも時には笑えたり、このコメディとシリアスのバランスが僕はね、個人的に大好きだったんです。これ分かる方いらっしゃいますかね。なんか面白い作品だけど、龍騎とかも特にそうなんですけど、面白いじゃないですか、作品的に。でもその中で悲しみとかが、もうインペラーの最後とかライアの死とか、なんかそういう悲しみがなんか混ざってて、すごいね、やっぱりライダーって愛されてるのはそういうバランスの良さですよね。平成初期だと特にそうなんですけど、妙に不穏なんですよ。不安にさせる BGM に、何を考えてるかわからない登場人物、意味深なセリフ。平成一期はね、そういうあの独特な空気感、雰囲気が良かったですね。空画で言うとグロンギの何の会話してるのみたいな、バトルシーンももちろんいいんですけど、ストーリー、平成は丁寧に描かれてましたね。バトル先行というよりはストーリー重視。おもちゃを売るっていうのももちろんあると思うんですけど、そこまでなんかおもちゃおもちゃっていう露骨な描写がなくて、平成の作品はそういう意味で自分の肌に合ってたのかなって思いますね。やっぱり平成生まれだからかな。どうなんでしょう。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき、本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。